新しいお客さんがなかなか、まあこういった状況の中で、エンタメだったりライブハウスっていうものに、やっぱりちょっと危ないじゃないかとか、そういった目線で見られることも多くてですね。フローワンツツハハおえ客さんをフ全員ロ入れワンて、ツまあツ収支が成り立つか成り立たないかみたいなぐらいでやってる我々としては苦しい。時代がやっぱり、コロナによって変わっていく中で、なかなか今までの業態をずっと続けていくというのは難しいですけれども、人の心を豊かにしたり、その価値というものは変わらないと思うので、政治家の皆さんも、あ、そういうのもあるんだって、少しでも興味をね、持っていただければありがたいなというふうに思ってます。不要不急は、まあ、素敵な言葉だと思いますけど、まあ、私たちにとってはなんか、命取られるぐらいの感じですよね。はい、生活できるのかな、私たちみたいな。本番がなければ収入がないので、だんだん忘れられるのが一番怖いので、まあ、演出とかもいろいろもう一からもう本当変えていきましたね。はい、別に行かなくてもいいとこなんですけど、ここにね。だけどその、まあ、演劇に対してエンタメに対してもうその文化に対して、いろんなものをなんか手厚くなんか保護というか、そういうのができるような、そういう世界に未来になればいいなと思ってます。コロナ前っていうのはもうなんか何も気にせずに本当に楽しめた空間で、僕たちも楽しかったし、お客さんももうもちろん笑顔で、今はまだちょっとね、戻ってこないんですけど、そういう楽しかった時間というか、自分らが今までやってたようなスタイルでできなくなったというか、そのコール&レスポンスとか声を出すっていうのはもう全くやってないです。やりたいです。すごい声出してやりたいですね。でもお客さんも僕らと同じ熱量で、盛り上がるっていうか声出したりできる、そういったものをやっぱりこう求めたいっていうか、例えばその飲食店とかに貼ってあるステッカー、あ、この店は安心なんだみたいな、そういうのをライブハウスにもしてもらえると、僕たちもあそこだったら安心して来てもらえるなっていうのも分かるし、来てくれるお客さんも安心してもらえるんじゃないかなっていうのを思いました。自分は喜びとか悲しみとかそういうものをダンスを通して伝えていきたいと思って活動してきました。ただ単にこういう表現活動をしていきたいんだっていうその思いだけではどうにもならないものがたくさんありました。このスタジオを経営して運営していくということに関しては、今現在進行形ですごく悩んでいます。コロナ禍の中で手をつないだら密とか、そういうご指摘をいただいて振り付けを変えたこともあります。すいません、ちょっと表現者としてもっと創造的なことでこだわって悩んでいきたいと思いました。エンターテインメントは人の心に優しさを届けたり、強さを届けたり、生活していく上で支えになると思います。それを
安心して皆さんに提供し、安心して皆さんが見ていただけるような、そういう方向性を模索してほしいなってすごく思います。